僕の目に映ったものは、窓から飛び込んでくる暖かい日差し。海鳥たちの飛び交う姿。そして、セントラルアイランド。僕は来週からこの島にある大学へ通うことになっていた。トンネルを抜けた先にはセントラルアイランド。新しい土地での新しい生活が始まるはずだった。最近雑誌で住みたい街ランキングの1位になってなかったっけ？うん、お店もいっぱいできたみたいだし楽しみ。私地下のショッピングモールに行きたいな。ああ、私ここの学校に入ればよかったな。え？どうして？だって近くに遊べるところがいっぱいあるじゃない。もう、あんた何のために学校に行ってるの？この春から僕も大学生だ。大学生活か。大学に行けば運命の出会いがあるかも。ねえママ、お腹空いたよ。あら、目が覚めたのね。向こうに着いたら美味しいものを食べましょう。何が食べたい？ね、ハンバーガーにお寿司に、あ、じゃあお昼はカレーにしましょうか。確かにお腹空いたな。着いたら何を食べようかな。彼女ができた時に備えて料理を練習しておこう。そういえば思い出した。セントラルアイランドといえば。なんだよ、もったいぶるなよ。この島を建設した会社、最近社長秘書が自殺したんだってよ。
社の金を横領してたのがバレて自殺したとか。他にもその会社悪い噂が絶えないらしいぜ。へえ、そんなことがあったんだ。事情はどうあれ、自殺だなんてかわいそうに。もうすぐ島に着くぞ。これから4年間この島で暮らすんだ。よーし、気合い入れて頑張るぞ。とにかくここから出よう。手が動いていない。息してないぞ。
んてことだ。この役立たずめ。誰かいる。声をかけてみよう。電話をしているみたいだ。もしもし、もしもし、私だ、森田だ。繋がらん。どいつもこいつもつかえ。ずいぶん怒りっぽい人だな。ラジオが壊れてしまったようだ。死んでる。そんな、そうだ、この人の身元が分かるものはないかな。リュックが落ちている。この人のものだったんだ。中身は、このリュック。いいデザインが良かったな。
よかった。来てくれた。助けて。車がどんどん重くなってきてるの。このままだと私。車を持ち上げるための道具を探してくるよ。ありがとう。車を運転してたら突然ハンドルが取られちゃって、気づいた時には車の下敷きになっていたの。もしあなたが助けてくれなかったら今頃。どこか痛くないかい？なんとか大丈夫。助けてくれてありがとう。それにしても一体何が起こる？大きな地震が起きたみたいだ。そうなんだ。他に誰もいないのかしら。そうだ、あなたの前にも足音が聞こえたんだけど、いくら呼びかけても止まってくれなかったのよ。それってさっきの森田。気づいてたはずなのに見捨てるなんてひどいと思ったわ。慌ててて気づかなかったんじゃない？そうかもしれないけど、でもすっごく大きい声で呼んだのよ。それにしても大きな地震だったわね。ここにずっといるわけにもいかなさそうね。あ、そうだ、私の名前はサキ、本庄サキよ。あなたは？
高坂直樹だよ。よろしくね。とにかくここから出ましょう。ごめんなさい、ちょっと休ませて。それじゃあ、ありがとう。おかげで少し落ち着いてきた。そういえば高坂君って年はいくつ？見たところ私より年下みたいだけど。僕、こっちゃい。そうでちゅか、よく家待ちたね。で、本当は19歳だよ。そうなんだ、私の3つ下か。それじゃあ年上の私がしっかりしないとね。うん、だいぶ楽になったわ。そろそろ行きましょう。この穴、瓦礫をどかせばくぐっていきそうね。重そうだけど、二人でならな。せーの。これって海水？トンネルは？
ここまで来れば。すればいいんだ。どうすればいいんだ。しっかりして。そうだ、この辺りの中学校が避難所になってたはずよ。とにかくそこまで行きましょう。怖いなんて言って。